ニュース、金太郎の頭がでかすぎて、ももクロももたとのツーショットが下手くそな子らにしか見えないけん。ももクロ、ももた、金太郎のモノマネは非公認も、かなり嬉しい。アイドルユニット、ももいろクローバー Z のももた7子が18日、オフィシャルブログを更新し、お笑い芸人、金太郎から自身のモノマネの公認を求められたことに対し、もちろん、非公認ですって言いましたが、笑い、と綴っている。18日付のブログのタイトルは、パンキュパイ。このパンキュパイは、前田敦子のモノマネでブレイクした金太郎が、次なるブームを狙ったギャグで、これまでテレビ番組などでもたびたび披露してきたメイク室で金太郎とたまたま会ったという桃田は、ツーショット写真とともに、パンキュパイしてくれた、笑い、と大喜び。私のモノマネそろそろ公認してくれませんか？って言われて、もちろん、非公認ですって言いましたが、笑い、とメイク室でのやりとりを伝え、実際はかなり嬉しかったりします、笑い、と正直な思いを明かしつつも、ま、公認しませんが、笑い、と非公認であることを書き添えている。桃田は、これまでバラエティ番組で共演した際も、冗談交じりに公認しないことを伝えてきた。桃田は、15日に放送された朝の情報番組、スッキリ。日本テレビ系、に出演した際、金太郎がブトアで披露したパンキュパイを、スタジオで挑戦。オンエアをチェックしていた金太郎は、自身のツイッターで、かなこうちゃんがパンキュパイしてくれた、嬉しい。と喜びの声を綴っていた。に、ラ、パーマ、東京都、扇風機おばさん。4、セルカークレックス、大阪府、予想以上にすごかった。13、ブリティッシュショートヘア、福井県、これはひどい。6、バーマン、愛知県、ももクロは2メートルぐらい後ろにいるんだろ。17、バーマン、神奈川県、床の角度が違う簡単なトリックだろいい加減にしろ。20、バーミーズ、静岡県、マー君思い出した、わら。34、アムール山猫、鳥取県、脳の処理が追いつかない。36、メインクーン、群馬県、でかすぎ、目が覚めたわ。47、コーニッシュレック、愛知県、小金太郎見たことあるけど、これまだ小顔の方だぞ。リアルだともっとでかい、体感1、3倍ぐらい。57、山猫、山形県、顔でかすぎて進撃の巨人の 1.6 メートル級かと思うた。61、チャトラ、中国地方、雑コラやめえや。62、アメリカンワイヤーヘア、茨城県、騙し絵ではない。65、アフリカゴールデンキャット、愛媛県、やだ怖い。76、トラ、新疆ウイグル自治区、遠近法ガン虫だな。71、島三家、広島県、金太郎の頭を基準にしてモデル体型の頭身にすると身長が3メートルになるらしい。73、アメリカンワイヤーヘア、茨城県、騙されないぞ。77、ヒマラヤン、静岡県、73へのレス、どっちもバチゲームだな、わら。85、アムール山猫、いえ、マジででかいな。なんか不均衡すぎて見てて不安になってくる。89、チーター、いえ、野田と並ばせてみたい。90、バリニーズ、ディオン軍。96、C、柔らか銀行。90へのレス。顔怖すぎは笑えない。107、スノーシュー、茨城県。こんな頭でかいやつがアイドルのトップだったなんて。52、灰色猫、東京都。フライング、ゲット。